はい、今週も始まりましたよしこの仁義は果たすもの、久々の仁義を果たすものとなりますが、今日はなんとスターダム両国シンデレラの映画劇場版映画が市川美穂でなりまして、今終わったばっかりです。たくさんのお客さんが来てくれて、また両国もやりたいと思いましたし、映画でもまたスターダム流されたらいいなと思いました。ということで今日のゲストこちらとなります。サンダーロックです。今日のゲストサンダーロック、タワーシーズとかやっちゃってるじゃんよ。まあ、ちょっと今浮気してますけど、はい、なんでこの3人なのか、そうと言いますと分かりますよね。もう10月1日、うん、今井さんの水筒工業でこの3人がタッグを組むからです。おぉ、はい、異色な共通点って言ったら平成生まれ。何年生まれ？平成5年。平成5年。平成2年ですね。ちょっとね。ちょっとね、上なんだけど、まあ平成生まれには変わりませんので。はい。そうね。ゆとり世代ってやつです。ゆとり。そうですね。土曜日とか学校ないから。ないないない。ね、なんか途中からなかった。最初はあったんですよ。ちょっとそれ、ちょっと。最初からなかった。ちょっとスパルタ時代。すごい、ゆとりとゆとってないのが狭間だった。狭間だ。まあまあ、ゆとりですよ。はいはいはい、どっちかって言ったらね。まあ、1日、今井さんの工業で、水筒工業でタッグ組ませてもらうんですけど、この2人はね、もう普段タクとかよく組んでるかもしれないんですけど、自分がなんでこの3人の中に入ってるのかっていうのがちょっと意味がわからないんですけど、すごい楽しみなんだけど。そう、本当すっごい楽しみだって。同期のよしこと組むのなんてないもんね。ないし、初めてだよね。伊代さんとは組んでるから連携とかあるじゃないですか、うん、でもよしことかどういう試合になるのかとか想像できないからすごい楽しみです、はい。どうですか。そう、いや私は今赤いベルトのチャンピオンとしてスターダムの方引っ張っていってるんですけど、まあそんな中で前ともねよくタッグ組んだりはしてるんですけど、まああの前とタッグを組んでる時から思ってることなんですけど、引っ張ろう引っ張ろうと思いつつもやっぱりね自由なんで引っ張れない、自由なねあの動きがすごく多いんですよ。それによしこでしょ、もう引っ張るっていうか自由っていうかもう相当なねあの予測不可能な動きをしてくると思うので、まあ、組みつつも、まあ、油断できないけど面白くなると思うんですよ。試合に関してはゆとらずに厳しくいこうと思って舌を巻いてゆとらずにその辺はこう仁義を出しながらやっていきたいと思いますね。はい、まあ、自分勝手にやりたいと思います。え、じゃそこはこうね、天国の今やりたいと思います。相手が3人とも全女出身者ということで、まあ、結構はいですね、高橋奈々江、脇澤美穂那須木太夫というメンバーで、ね、でもこっちには今現チャンピオンがいるんで、うん、そうですね、しかもよしこ様もいるんでね、うん、はい、ここは負けられないんじゃない。絶対負けられないでしょ、うん、負けられないよね。負けられないよ、ね、まあ、私個人的には高橋奈々江との前哨戦、初の前哨戦にもなってきますしね、うん、そうですね、まあ、お互い初のトリプルタッグ、異色チームになってると思うので、本当に面白いスターダムの試合を見せられると思います、はい。じゃあどうですか、この6人タッグ、うん、10月1日来るしかないでしょ。はい、ね、来るしかないでしょ。来るんだ、ホール、いつ来るの。今でしょ。1日でしょ。あ、ごめん、そうごめん、今来ても困るわ。そうだ、今は来ないで、今は来ない、明後日、はい、10月1日、はい、いつ来るの。明後日でしょ。ごめん、間違えた。もうやる気ないよこれ完全この辺がゆとり、あのこれがアップされる時間帯とかまだ分かんないから、1日でしょ、1日ですよ、はい、もうね、もうじゃあ最後でしょ、最後ね、はい、いつ来るの。1日でしょ、はい、ということで今週の仁義を果たすものこれにて終了したいと思います。ありがとうございます。